おはようございます。簡単アクリル教室のガズレレのガズでございます。はい、ハニーさんも一緒、はい。いつものも恒例なんですけど、もうイベント翌日はライブレポートやります、うん、はい。ここはどこかというと、はい、昨日のライブは吉祥寺だったからね、うん、井の頭公園来てますよ。見てください、素晴らしいこの美しい公園。はい、こんなところからお届けをしようと思います、はい。何を隠そう、僕らはですね、コロナが来る前までこの吉祥寺という町に住んでましてですね、うん、毎朝ここをウォーキングしてたんですよ。そうだね、2,3 年前までは。だからもうね、もう勝手知ったる、うん、もうなんか我が家の庭みたいな感じでいる吉祥寺なんですけどね。そんなところで、ライブが開催できて本当感慨深いなと。そうだね、よかったね昨日も、うん、昨日もねめくるめく一夜になりました。参加された、方も本当ありがとうございました、ね。一緒にね素晴らしい時間を作り上げることができたなと思ってですね、うん、一夜明けてもですねまだ興奮冷めやらぬ状態となっておりますんでね。どうでしたハニーさん。うん、どうぞ。よかった、相変わらずもう3回目にしてね。そうね、うん、東京に来たけど、そう、うん、やっぱ東京はなんていうのかな、お客さんもねクールでスタイリッシュで、うん、それぞれね違うから面白いよね。結構ねその地域によってねお客さんの雰囲気っていうか違うんだけど、そうでも本当みんなねやっぱりもうめちゃくちゃ感動してくれたっていう、うん、もう床が涙でめちゃめちゃあったやっぱり昨日も本当カズさんのトークで、そうカズさんのトークでいやまあ、ね、せっかくですから写真をじゃあ、今日はここに出そうかな、うん、はい。どうですか、もうすごいですよ、ね、もうねもう満員御礼ですよ、もうソールドアウトですから。東京が一番最初にチケットがね完売になったところですからね、本当にありがたいなと思うんですけど、うん、ほんで照明とかも天井もすごい高いライブハウスで、うん、スモークとかもたかれててね、そうだね、もうやってるこっちも皆さんもね多分すごい世界観に曲の世界観に入っていけたんじゃないかなというふうに思います、うん。やっぱりねいろんなライブハウスやってと思うけど、そのライブハウスのカラーもあるけれどもね、うん、やっぱりねどこのライブハウスももう当然ながらやっぱ音がいい、うん、やってても気持ちいいし聴いている方も絶対ねこう音に包まれてる感じっていうのはね、やっぱりライブハウスならではの、うん、音の要はお風呂に入ってるようなイメージでね、うん、音が大きいっていうか、ね、包まれるような、うん、音圧がやっぱりあるんでね、うん、まあそういうところが良かったかなと思います。でまあいつものように夫婦でセッションタイムもあったりなんかしてね、うん、昨日も気持ちよくセッションできたね、はい、夫婦でセッションというかもうお客さんとみんなと一緒にセッションだったな。そうだね、昨日は、うん、はい、参加型なんでねガズレレのイベントは、うん、はい、もうねライブのガズレレライブの翌日はもうこういう投稿になると皆さん言っておりますんでねまあまあいいよ ね、 そうね、今日はねすごい過ごしやすい朝で、うん、なんか本当にね気持ちがいい朝、コーヒー今飲みながらね、井の頭公園に来たんですけど、やっぱいいね、うん、うん、はい、そんなわけで、あと昨日みんなにいろいろ聞いたんだけど、お客さんにね今日ガズさんに初めて会う人って言ったら、うん、100人ぐらいいるお客さんも8割初めて会う人だった。いやだからびっくりしたね。あと本当に初心者の方がたくさんいらしてくれて、3ヶ月ですとか4ヶ月ですとか、なんかすごいそういうのをすごくほっこりして、でみんなねどうも8ビートで苦労してるらしいんですなんか初々しい感じがしました。なんか8ビートって最初の関門っていうかね、あれできるようになっちゃうとね楽しいんだけど、できるまでねがまあねそのご本人にとってはねなんかこうもうなんでって思うかもしれないんだけど、できちゃうと二度と体験はできないわけですからね。今のそのできないっていう時は今しかないわけですからっていう話をしたりね。まあいい話も炸裂でありましたけれども、はい、次はちょっと空いて10月の21日、うん、大阪行きますよ、うん、大阪会える方楽しみなんですけど、こちらももうチケットソールドアウトです。嬉しいんだけどなんかね、残念なような嬉しいのような、でもまあチケットゲットされてる方は、うん、本当にね、もうもりもり楽しんでいきましょう。ウクレレ持ってきてくださいね。そう、ぜひウクレレね。はい、ありがとうございます。あ、差し入れは持ってこなくていいんで、差し入れは本当に、ウクレレは持ってきてください。あと、ガズレレソング覚えてください。昨日もね、大合唱したね。うん。心の大合唱。みんなでも、覚えてきてくれた。そう、ガズレレソングはここにリンク貼っとくんで、ちょっとやってきてよ。練習してきてよ。ガズレレの効果ですからね。はい。で、その次、11月2日、うん、横浜ですけど、こちらも、ありがとうございます。ソールドアウトなんです。はい。まあそういうことなんでね、うん、なかなかね、嬉しい反面、もっとねやりたいなとも思いつつ、うん、またいろいろねご案内あると思いますんで、お楽しみにしておいてください。またフォローしておいてくださいね。はい、はい、よろしくお願いします。そんな朝の、ライブ翌朝ライブリポートご報告でした、はい、そんじゃあねバイバイ。